時にですね、使うのがですね、まあ、標準は 2.4GB なんですけれども、映像は 5.8GB を使います。こちらの機体も 5.8GB を使ってるんですが、5.8GB は、ね、ただその逃げるものが速いと思うんですね。機体の動きも速くないと追従できませんから、まあ、こちらの機体もかなりレスポンスがいい機体になってますね。このぐらいは動きます。多少の動きが持ってもリアルタイムで送り続けるというのが特徴になりますので、flip the switch, the gimbal can rotate accordingly.